名古屋1997は高井真による SF 小説。1985年の月刊小説8月号に掲載された短編小説名古屋1997を過筆、開講したもので、1987年に徳馬書店の徳馬ノベルズミオから刊行された。高井にとっては初の長編小説である。なお、カバーイラストと本文挿絵は、 数字カンガネが担当している。戸田圭介は22世紀の未来からタイムマシンで1997年の東京都に送られるはずが名古屋市に到着する。この時代、名古屋は廃た都市を宣言して事実上の鎖国状態にあった。喫水の名古屋人だけの土地となっている名古屋で生き延びるため、圭介は記憶喪失を装う。偶然にも親切な住民に救われたは、 名古屋弁をマスターして、よそ者と見抜かれることなく市内に出かけられるほどに。こうして1ヶ月の研修期間を終了したケ介スケは、出発した2182年に戻った。22世紀に戻ることができたケ介スケだったが、1ヶ月の名古屋での生活により、名古屋弁でしか喋れなくなっていた。会社からは回復するまで、出社不要を言い渡され、標準越えの強制訓練も失敗。 絶望したケイスケは最後の手段として名古屋に戻ることを決断し、恋人のモモコを拉致してタイムマシンを動かすが彼らが到着したのはよそ者ハンターが名古屋人以外を強制的に逮捕、排除する様になった1999年の名古屋だった。ありがとうございます。